はい、本日ね、私がオタロード周辺をね、ブラッとしていて、会社やね、仕事が終わった後に、見つけたんですけど、またね、オタロード周辺の僕がよく行くね、20円、50円、100円のね、お店に売っていたので買いに来ました。でね、このお店を毎回やってるんですけど、特定としてね、場所は言えないんですけど、まあ、知ってる人はね、知ってます。ああ、あのお店ね、みたいな。まあ、ナンバーオタロード周辺にね、住んでたり、よく行く人にいたら聞いてみてください。あ、必ずね、その人も言うと思います。毎回こういう商品があるわけではないし、毎回こういう値段じゃないんですけど、まあ、こんな感じの商品はよく売ってるのはあの店だねってすぐわかると思います。でね、先ほどは、こちらね、缶バッジのこの、まあ、これ中ぐらいのね、これぐらいのサイズの、まあ、ギフトみたいなね。まあ、僕が勝手に言ってるだけですよ。このギフトみたいな、このリボンがついたマークの、これもね、1枚20円で買いました。で、こちらも、僕個人と、これね、いつもお世話になっている方に、この同じやつはあげるっていう意味で買ってきたんですけどね、こちらの方は。で、こちらの方は、オークションでお小遣い稼ぎをしようとしても、何でもそうなんですけどね。おそ松さんでも何でもそうなんですけど、缶バッジは流行ってるんですけどね。進撃の巨人の缶バッジはね、結構高値ついてるやつがあるんですけど、全部が全部そういうわけではなくね、ひょっとしたらこのリボンがついてるタイプのこの缶バッジはありふれていて数が多いかもしれないんですけど、オークションではね、この開いてない新品未開封で一つの単体が50円か、まあ、落札する人がね、まあどうしても欲しい人だったら倍の100円ですね。で、それ以上はなっていないです。で、他のを見てるとね、これと同じサイズが2000円になったり、これよりもうちょっとちっちゃいやつがね、3500円に、まあめったにないですよ。そういうのもあるんですけど、必ずね、みんなも知ってると思うんですけど、進撃の巨人だから、すべてのバッジが、お値段が高いわけではなく、すべてのね、バッジのこの大きさがいいっていうわけでもないので、で、悪いわけでもないんですけど、まあ、もしお小遣い稼ぎ、オークションでしたい人がいたらね、気づいてない人がいたら一回見てみてください。ほならね、わかると思います。あ、大きさが大きいのに別にそんなにとか、で、大きさがね、めちゃくちゃちっちゃいのになんか1個2000円の競り落としがあったりとかね。まあ、ちょっとこう、ばらつきがあるみたいなんですけど、まあ、そんな感じでね、次はこちらの方。こちらもね、同じ店で買ったんで、こちらも1個20円です。で、こちらね、未開封が欲しかったんですけど、もう開封されたこれしかなかったんですよね。で、こちらね、調べたらオークションでは、これもね、50円でした。空いてるバージョンはね。で、これ空いてなかったら300円の競り落としがありました。で、こちらはね、まあ、20円でこちらも買ったんですけど、こちらもオークションでね、落札は、150円ですね、平均が。150円で人が買ってますね。で、もう一個のね、こちらの方。こちらはね、ちょこっとだけ今までの中ではいい方で、こちらはね、オークションの落札が平均ね、100円か150円が多いんですけど、一番最高値でね、これ300円出してる人、一人だけね、500円もいたかもしれないんですよ。まあ、ひょっとしたらね、お金持ちの方か、まあどうしてもね、これ1枚で揃うから、まあでもね、その値段でももう、勝負が早いから買っちゃえっていうようなね、そういうつもりで買って、今回がね、300円、まあいい例が500円ですけど、毎回そういうことがあるかって言ったらそういうわけじゃないかもしれない。ひょっとしたらこっちとね、同じ値段になるかもしれない。まあ、そんな感じね、こちらも先ほども言ったんですけどね、まあ、こういうね、空いてしまってるやつもあるんですけど、空いていない新品未開封で買う側で20円だったらね、絶対損じゃないと思います。どっちかといえばね、お得だと思います。こんな感じでね、ナンバーオタロード周辺に、こういうね、安い商品も、タイミングよく会えばね、あるっていう動画もどんどん配信していきたいと思いますのでね、ぜひね、私の動画がいいと思ってくださった方、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。